どうも、ゲームです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回は J1 第34節アビスパ福岡戦のマッチプレビューをやっていきます。2022年の J1 も最終節となってホームにアビスパ福岡を迎えます。リカルドの退任が発表されましたので、リカルドとね、戦う最後の試合となります。福岡は残留争い真っ只中なのに対して、浦和はね、どういうモチベーションで戦うのかっていうのは難しいところなんですけども、どんな時も外せない選手の理念として定義されている勝利を追求する姿勢、そして設定されているキーコンセプトである浦和を背負う責任ですね、そして浦和のために最後まで走り戦い貫くっていう姿ですね。これを誰が体現できているのか、体現しようとしているのかっていうのは見たいのかなと思います。これはその時々の監督に依存して、いつかは必ず発生する監督交代に直面するたびに右往左往してきたっていう浦和レッズの負の歴史に終止符を打つために設立されたフットボール本部体制が始まって以来、戦術動向以前に強く求められている根本的な部分になります。なので最終節はこういう姿を期待したいかなと思っています。今回も戦術ボードを使って分かりやすくお話しいたしますので、ぜひ最後までご覧ください。浦和レッズサポーターでチャンネル登録がまだの方はぜひ登録も忘れずにお願いいたします。はい、今回の動画では3点お話しいたします。1つ目は福岡の戦術的な特徴について解説いたします。2つ目は浦和の押し込み具合の調整について考えていきます。3つ目は浦和がこの試合で狙うこと、気をつけることについてお話しします。では早速やっていきましょう。はい、一つ目は福岡の戦術的な特徴について見ていきます。長谷部監督の代名詞といえば 4-4-2 のゾーンディフェンスなんですけども、最近の福岡は3バックを採用することが多くって、3-4-2-1 ですね。この布陣が多いかなと思います。これはフアンマとルッキアンと山岸を同時に起用するっていうための布陣でもあると思いますが、4-4-2 っていう一つのオプションだけでは J1 を戦いきれないっていうところもあったのかなと思います。で、前回の対戦ではスコアレスドローだったんですけど、福岡の 4-4-2 に対して、裏側がね、ボールを持って、常に複数の選択肢を突きつける、そういう支配的な内容ではあったので、おそらく3バックで来るんじゃないかなと予想しています。ただ守備のやり方としては、長谷部監督のチームですので、このゾーン守備ですね、味方との位置を適切に保って人にどんどんついていくのではなくって、チャレンジ&カバーの関係性を築いた上でアタックしていく、そういう守備に関しては変わらないところになります。で、基本的には3トップの追い込みですね、そういったところからスタートして、味方の位置を基準に、やや斜め後ろの位置ですね、そういったところで味方との距離を設定しながら連携して守備をして奪いに行くというところが基本にはなります。こういった 3-4-2-1 でありがちなボランチの横のところですね、こういったところが空きやすいっていうのはあるんですけども、基本的には味方の位置を基準にしてウィングバックの選手っていうのも出ていくっていうことがあるので、そこまで最初から空いているっていうことにはなりづらいのかなと思います。で、ウィングバックに関しても、後ろで5枚揃えたところから前にいる相手に対してアタックを仕掛けていく、そういうパターンではなくって、やはりボールの位置と味方の位置ですね、そこに合わせた位置取りを取っていく、そういう立ち位置を取ってくるので、この3トップの横の部分ですね、ここに対してウィングバックの選手がいるっていうシーンも多くなりそうです。で、後ろの方を見てみると、3バックっていうのはかなり空中戦に強いこともあって、長いボールっていうのは跳ね返す力も十分にあります。で、撤退した時にもこの3トップですね、この3人もしっかりと自陣に戻ってブロックを組む、そういう意識がかなり高いチームになります。で、こういった守備をベースにしてボールを奪ったら3トップの力強さを生かしつつ、ウィングバックの選手も上がっていく、そのことでカウンターを関係させるっていうところを狙ってきます。基本的には味方とボールの位置を基準に立ち位置を取っているので、ウィングバックが下がりすぎるっていうことがあまりなくって、前とか中盤でボールを奪うと、しっかりと逆サイドのウィングバックまでゴール前まで入ってくる、そういうカウンターアタックが多いかなと思います。はい、二つ目は、浦和が調整したい押し込みの度合いについてお話しします。一つ目でもお話ししたように、やはり福岡の基本的な強みは、非保持の守備のところと、そこからのカウンターにあります。システム上、自陣に撤退するときっていうのは、5-4-1 気味になることも多いんですけども、5-4-1 のこういった撤退した守備っていうのは、相手チームに関わらず、崩していくっていうのは非常に難しいっていうところになります。これはサッカーの性質上そうっていうところですね。しかも、ゴール前まで行ったとしても、福岡の3バックっていうのはかなり空中戦に強いので、アバウトなボールを入れて上から叩くっていう選手も浦和にはいないですし、単純なね、正面からの攻撃っていうのはゴールには繋がりにくいのかなと思います。つまり押し込んでしまうとかなり難しい崩しですね。こういったところを崩していくためには、だいぶ難易度の高いことをやらなければいけないので、裏側ボールを奪うためにはどちらかというと前に出てきてもらって、相手が戻りきる前にスピードアップしてゴール前まで到達する、そういう攻撃が求められるのかなと思います。
そのために必要になってくるのはマリノス戦で全くできていなかった前進のための立ち位置の取り方ですね。そこっていうのがとても重要になってくるのかなと思います。もちろんボールの位置と味方の位置、そして相手の位置に応じて入らなければいけない立ち位置っていうのは変わってきます。その正しい立ち位置っていうのは刻一刻と変化していくので、そのポジションに対してどんどん取り続ける、取り直し続けるっていう連続性が求められます。で、特にバックラインはおそらく4バック気味からスタートするんですけども、サイドバックの位置ですね、3トップなので、この位置に対してウィングバックの選手が届きにくい、そういった立ち位置をしっかりと取る、つまり相手から距離を取ることでボールを持つ余裕を得るというところですね。そういったところはまず最初に重要になってくるのかなと思います。で、福岡はプレッシングラインとして中盤に引くっていうよりは、まあ割とこのハーフウェイラインから前の方ですね、ここからフアンマの追い込みを起点にして前の方からボールを追いかけてくることが多いので、それを引き出した上でしっかりと相手の背後を使っていく、そういった前進が求められるのかなと思います。一方でこういった押し込んだ盤面ですね、そうなると 5-4-1 になるんですけども、ここからカウンターに出ていくっていうことは逆に福岡にとっては難しい展開にはなると思います。なので浦和がもしリードした展開っていう時には、こうやって押し込んだ状態で攻撃を仕掛けてカウンターを防いでいく、そういう展開も悪くないのかなと思うので、そういったスコアとか状況に応じた戦い方ですね、そういったところも重要になってきそうかなと考えています。はい、3つ目は浦和がこの試合で狙うこと、気をつけることについて考えていきます。で、狙いどころとしてはこのウィングバックと、あと左右のセンターバックですね、この裏のスペースっていうところになるのかなと考えています。2つ目でお話ししたようにバックラインからしっかりと立ち位置っていうのを取れていることが前提ではあるんですけども、福岡のゾーンディフェンスの性質上ですね、この前の列の斜め後ろのこのスペースっていうのは後ろの列の選手がアタックに出てくる、そういうことが多くなります。なので3トップのこの間に出そうなパスに対しては後ろの選手がアタックしてくる、でさらに中盤の選手の間のところですね、こういった間のところに対してはセンターバックの選手が前に出てくる、それがゾーンディフェンスのね基本的なやり方なので、このアタックしてくる速度に対するパスのスピードだったり立ち位置を取るスピードですねっていうのを上回ることができれば、前に出てきた相手のこの裏のスペースっていうのを取っていける、そういうシーンが狙いどころになるのかなと思います。そのためには相手がアタックに来るところでの少ないタッチでのボールの逃がしとか、そういったところが求められるんですけども、その前でダイレクトパスの連続っていうのをしてしまうとかなり難易度が上がってしまうので、そういったスピードアップをするタイミングっていうのをチームで共有できるか、合わせられるかっていうのは鍵になりそうです。はい、気をつけることとしてはやはり前線の高さと強さになるのかと思います。カウンターの起点になることもそうですし、基本的にはサイドからのクロスですね、これがゴールパターンとしては多いかなと思うので、そこはしっかりと注意する必要があるのかなと思います。どうしても入れられてしまうとアバウトなボールでも福岡の方は強みが発揮できるので、やはり出どころですね、そこをどう抑えるかで、カウンターに出てくる時っていうのが一番スペースがあって、ボールを入れやすいっていうことになるので、そのカウンターをそもそも発動させないっていうサッカーも必要になってくるのかなと思います。あとフリーキックとかで割とゴールから遠い位置でも一気にフアンマのところに入れてエリア内に落としていく、そういうこともやってくるので、ゴールから遠い位置であってもフリーキックっていうのはあまり与えたくないのかなと思います。はい、今日は3つのトピックについて話していきました。最終戦になるんですけども、2019年の末から浦和レッズは過去の歴史から課題に向き合って新しい方針の下で進んでいます。フロントっていう漠然とした概念とか言葉っていうのはなくしていて、強化の組織体系っていうのを変更しています。で、経営や営業面から切り離したトップチーム専属の強化部門であるフットボール本部っていうのを設立して、強化を主導していくことで、監督の交代が発生するたびに方向性を見失うっていうことはやめることにしています。サポーターもいわゆるステークホルダーですね、関係者であるので、このことっていうのは最低限頭に入れておく必要があると思います。2019年の末までと2019年以降から今までに関しては組織体系がそもそも違うというところですね、ここは必ず最低限入れておく必要があります。もしここでこの前提すらひっくり返すようであれば、それが過去と同じになるっていうことを意味していて、ブレているっていうことを意味すると個人的には考えています。もちろんね、計画段階での見込みが甘かったこととか、実行段階でのサポートがどうだったのかっていうのは今後反省して次に生かしていく必要はあるんですけども、過去30年の失敗の歴史から学んだ上で今進もうとしている中で、一つの節目になるこの試合ですね、ここで誰が浦和のために責任を果たせるのか、最低限果たそうとしているのかっていうのは見届ける必要があるのかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。この試合の予想や動画を見ての意見や感想、質問などはぜひコメントしてください。必ず返信いたします。こちらのチャンネルでは浦和レッズの試合のプレビューやレビューを中心に、浦和レッズをもっとサポートするためのコンテンツを発信しています。
この動画が役に立ったと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。